どう？おいしい。おお。うん、まワンズタイムではワンコと一緒に楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと那須車中泊の旅、道の駅那須高原友愛の森を探訪。美味しそうな那須高原の新鮮野菜がずらり、美味しいよね。ワンズと工芸館を見学、地元工芸士の作品に感動、そして激うまソフトクリームを発見。その美味しさに感激。はい、ということで道の駅那須高原友愛の森、早速行ってみたいと思います。はい、久美さん、はい、楽しみだね。楽しみだね。はい、じゃあゴー、行ってきます。はい、行きます。どこに行くの？ん？観光案内所だね。ここほらスタンプをしていきますか。まずはうん、抱っこ。はい、ペットはね抱っこしてここは入ります。観光案内所です。お、スタンプありました。でもね、抱っこしてるとね、ハンコ押せないからね。そう。なんだ、ハンコ押すときは抱っこして入れない。道の駅スタンプです。何番目だろう。はい、はい、ゲットです。友愛の森って書いてありますね。はい。このナスはね、結構犬と行けるとこ結構あるんだよね。うん、まあ、それでも犬の観光の客多いんだよね、犬連れのね、うんうん、フリーペッパー？うん、こういうのもね、あるよね。だからこういうので回っていくのもいいよね。あ、でもちょっとなんか違うかな。うん、あ、違うのか。あ、でもでもいろんな犬の情報が載ってるね。載ってるんだよね。この辺の病院とかも載ってるし。うん、久しぶりのナスなんで、まあ、昔からあるとこと南側が丘牧場とかさ、この浜前も行ったことあるしね。うん、清流の里とか。お菓子の城後で行こうかな。そうね、後でね、お菓子の城はね、行ってみようと思います。森がね、はい、昨日お風呂行った前にある。そう、ね、はい、はい、ワンちゃんお出かけマップありました。これを参考にしてね、犬連れの旅行を楽しむといいかもしれませんね。だってさ、日本一ドッグフレンドリーだよ。押してますね。伊豆とかも結構押してたけど、軽井沢もね、うん、あと気になったのがさ、スイーツさ、うちはこのスイーツ好きだから、こういうのもね、パンもこれ欲しいんだ。はい、あ、パン、コーン、ベルグレーさんね、これ、とちおとめの、はいはいはい、買えたらいいな。これをいつも食べてるじゃん。そうね、ペニーレイヌね、うん、あの土浦でペニーレイヌなんてよく食べてるんですけど。はい、ということで直売所行ってみようかな。うん、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、ここはね、ペット同伴で入れません。まあ当然ですね。はい、すごい、お花が、花が綺麗、お花が綺麗ですね。この花かわいいね。あ、綺麗だね。はい、花の名前わかんないですけど、すごく花がかわいい。はい、那須はね、水豚が有名みたいで、なんかいろんなね、ご当地の水豚がいろんなところで味が違うようにね、食べれるみたいです。みんなね、個性的な水豚がありますね。はい、産地直送のね、野菜が並んでますね。マナコトマト？トマト買ってく？マナコトマトっていうね、ナスハートフルファームのトマトですね。はい、ということでマナコトマト買ってきます。はい、はい、品種ご褒美です。はい、とにかく甘いって書いてあるよ。よかった。その他は椎茸とか。立派だね、椎茸。めちゃめちゃ立派な椎茸が売ってますね。でかっ、椎茸すげえ。飛ぶように野菜売れてます。新芽ネギ、そういうのもあるんだね。うん、あんま見かけないね、うん、新芽ネギ。野菜はね、結構ね、安めですね。いい野菜が、葉ニンニク、うん、葉ニンニク、はい、まあね、そんなにね、野菜買って帰れないんで、
はい、スナップエンドウ、スナップエンドウ、はい、スナップエンドウ、美味しいよね、うん、スナップエンドウ好き。じゃあスナップエンドウ買ってこうか。うん、はい、じゃあスナップエンドウ買ってきます。うちね、堀西大好きなんですけど、新宿友愛の森限定のね、堀西の、まあラベルだけですけどね、はい、ちょうど堀西切れそうなんで、この堀西買っていこうと思います。アウトドアスパイス堀西、美味しいんだよね。これ何にかけてもうまいね、うん、特にお肉がうまい。でも野菜にかけて食べるのも好き。うまいね。まあちょうど切れそうなんで買ってきます、うん、なんかいろんなイチゴが混ざってるみたい。すごいな、ほらこれ。なんかね、逆に言うといろんなイチゴの何組み合わせ、うん、ミルキーベリー、トイチアイカはあれだけど、あ、この知らないね、あんまりね、うん、トークンっていうの、これもなんか知らないよ。面白い。ちょっと買ってみる。買ってみようか。面白いよね、うん、熊川イチゴ園の、イチゴの食べ比べ、うん、でこのイチゴが入ってるみたいです。はい、これ食べ比べてみましょう。ワンズタイム。はい、じゃあクミさん、はい、はい、イチゴ買ってきたね。イチゴだね。はい、道の駅でイチゴ買ってきました。ちょっと珍しいイチゴだったんだよね。そう、このイチゴ、うん、いろんな種類が入ってたんだよね。4種類入ってます。じゃあね、簡単に 4種類のイチゴをね、クミさんに紹介してもらいましょう、うん、はい、まずね、うん、この間も食べた、はい、とちあいか。とちあいか、この間いっぱい食べたね。そう、はい、今新品種。そう、はい、ハートが可愛いんだよね。ハート切るとハートになるんだよね。そうだね、うん、綺麗なハート型になってますね、うん、可愛い、美味しいよね、これ、ね、これは、うん、とにかく甘い。甘かった。甘かったね、うん、甘かった、うんうん、ミルキーベリー、白いイチゴだよね。そう、はい、これ珍しいよね、うんうん、でこれも、うん、ほんと酸味が少なくてまろやかなんだよね、うん、美味しいんだよね。まろやかだった、美味しかった。今回初めて、初だよねこれね。そう、初、うん、私たちも初食べます。これがシンクのみすず。シンクのみすず、へえ。コクがあって甘いんだって。おお。で、うん、切ると中まで赤い、うん、ピンクってこと、うん、ピンクなんだって。おお。で黒いちごって言われてるんだって。なるほどね、まあ、うん、ちょっと黒いもんね、うん、他のいちご。ちょっと濃いよね、色がね、うん、濃い濃い。で最後が、うん、トークン。トークン、これなんか可愛い小ぶりだね、うん、うん、出会えたらラッキーだって。あんまないんじゃない。ないんだ、うん、だって聞かないもんね、うん、並んだの見たことないもん。可愛いよね、うん、小ぶりで色薄め、ちょっとなんかオレンジっぽいっていうのかな。確かにオレンジっぽい、ピンクっぽいっていうのかな、ね、知ってるね、オレンジピンクっていうのかな、うん、可愛らしい。で、うん、なんかね、桃やココナッツのような香りがするって。へえ。あんまり 出てないみたい。市場に出てないの。そう。おお。だから出会えたらラッキーってことなんだね。まあそうだろうね、うん、だってお店で見かけてないもんね、うん、はい、じゃあ初トークン食べてみましょうか。やっぱね、初物はちょっと最初にいただいて味をちょっとね。でちょっと甘いとこからいっちゃおうか。うん、そうだね。いただきます。はい、どうぞ。柔らかい。柔らかいんだ。おいしい。ちょっと酸味があって、うん、甘くて、うん、みずみずしい。お、今まで食べてきた、うん、いちご、いちごと全然味が違う。違うんだ、うん、酸味はちょっとある。少しあるんだね、うん、おでも爽やかな酸味。お、希少価値があるっていう感じ、ね、おいしい、うん、あんま出回ってないもんね、うんうん、色が可愛いね。ね、はい、シンクのみすず、もうね、見た目上黒いから、で中もちょっとね、なんかピンクというか、うん、ちょっと切ってみようかな、うん、そうだね、じゃあ切ってみましょうか。今なんだろう、あ、なんか本当だ、濃いね、なんか濃いわ。はい、切ったやつね。いただきます、はい、甘い。甘い。あ、そう、シンクのみすず、甘い。甘い。おー、あ、これ美味しい。美味しい、うん。酸味はない。ない。でも甘みとしてはあのとちあいかとどう一緒ぐらいなの。そういうような甘さ。とちあいかと似てる甘さ。うん。とにかく甘い。甘いんだね。
美味しい。はい、じゃあミルキーベリーいきます。ミルキーベリー、はい、道の駅に売ってたね、夜ね、うん、はい、あの、みぶで最初発見してこれいいなっつって買って、そっからファンになりました。ミルキーベリーです。いただきます。うん、うまい。あ、ミルキーベリー美味しいな。うまいな。酸味も程よくていいな。甘さはとちおとめ、あ、とちあいか、とちあいかよりないけども、全体のバランスがいいな。あと、あと白がいいね。見た目もいいしね、うんうん、かわいいね、うん、はい。そしてもう私の大ファンの、はい、とちげん新品種とちあいか、いろんな、なんだろう、デザートにも使われてるとちあいか。とちおとめもたくさん未だに使われてますけど、とちおとめの方が酸味があってパフェとかに合うみたいに、こちらの方はね、このまま、ソフトクリームにしたりとか、いろいろ食べ方がね、あれなんですけど、はい、これもね、いただいてみます。まあ味はね、たくさん食べてきたんですけど、うん、みずみずしい。とにかく水分量が多い、今比べて食べたら。すんごい水分量、これやっぱ美味しいわ。これはナンバーワンと分かります。これ食べ応えもあるんですよ、しかも。うん、美味しい。ナンバーワンは自分の中でナンバーワンなの？自分の中のナンバーワンというよりは、みんながナンバーワンにする理由が分かる。え、みんなナンバーワンってとちあいかなの？とちあいかじゃないかな。いちご単体で食べたら、やっぱりとちあいかを押す理由がわかる、うん、なんかやっぱこれかなって。とうくん、とうくん、とうくんかな、とうくんかな、どっちだろう。とうくん、とうくんだろうね。はい、とうくん食べてみます。かわいらしいよね、これね。うん、全然違う。なんだ、香りがいい。そんなに甘くないけど、あ、甘くないけど、この酸っぱさはいいね。爽やか、うん、ね、うん、すごいいい、これいい。あ、これ希少価値高いんだよ。そうだよ、出会えたらラッキーなんだ、ね、出会えちゃったね。いや、あの、これはいいかもしれない、うん、いつもその基本はとちあいか食べたりしてて、あれ食べるといいね、やっぱりね。はい、こちらシンクのみすず、はい、これも食べてみます。甘っ、中も赤っ。こうやって食べると中赤いの分かる、真っ赤。これすごい。いや、シンクみすずうまい。これ美味しいよね。やばい、これナンバーワン1位かな。シンクみすず俺1位かな。いや、小ぶりだけど美味しい。全体の大きさとかそういうの考えると、やっぱり土地愛か美味しいけど、これ凝縮してる味がキュッと、これ美味しい。これ見かけたら買いたい。うん、まあ、それぞれね、お値段も違うと思いますけど、食べ比べしてみました。じゃあ久美さん、はい、これ順位付けというか、はい、1位を、うん、久美さんなりの一番好きな個人な意見として、うん、1番は何でしょうか。シンクのみすず。あーっと出ました、シンクのみすず。美味しかった。中まで赤いシンクのみすず。久美さん的に好みだったね、うん、すごい好みだった。はい、1位はシンクのみすずでした。でもどれも美味しかったね。どれも美味しかった、うん、どれもなんだろう、そう、順位付けというよりはちょっとみんな味が違うんだよね。みんな味が違う、うん、食べ比べすると分かるけど、で今日食べて、うん、一番なんかちょっと好みだなと思ったのが、うん、シンクのみすず。そう、みすずだったけど、はい、うん、でもとちあいかもミルキーベリーもトークも美味しいし、うん、みんな美味しかったよね。みんな美味しかった。で、味絶対違うよね、うんうん、食べたら分かるよね、うん、みんな一緒じゃないんですよ、全然違うんですよね、色も形も、うん、ね、匂い、まあ匂いはあれですけど、色と形は全く違うね、うん、味も違うし、はい、いい勉強になったね、うん、はい、ということでいちご食べ比べでした。なんといちごの時間がやってまいりました。はい、じゃあ、まずはアルト君からだね。はい、じゃあアルト君から
初シンクのみすず。はい、シンクのみすず。それ美味しいよね。甘いもんね。いかないじゃん。うん、美味しいね。美味しいね。なちゃん美味しい。なちゃん美味しい。進んできてますね。はい、いちご。いちごだよ。美味しいね。美味しいね。よかったね。これがね、多分今年最後のいちごになると思う。そうだね。うん、もう時期的にもね、うん。今5月の中旬だから、もう終わりだよね。終わりだね。うん、ワンズタイム。はい、今度はね、ワンズ連れてね、道の駅の中をね、ちょっと散策してみたいと思います。もう今日はね、日曜日ということもあって、観光客の方もね、かなり来てますね。はい、イベントとかもね、はい、やってますし、クラシックカーイベントやってるのかな。結構ね、クラシックカーがたくさんありますね。結構意外といろんな道の駅さんとかも、あと町おこしイベントとかでね、このクラシックカーイベントやってますよね。すごいなと思って。あ、かっこいいね、やっぱね。このレトロ感がいいよね。うわー、すごいスカイラインだ。GT だってすげえな。うわー、こんなのよくさ、今現役で動くよな。すごすぎだ。このなんかクラシックカーのね、このレトロ感がすごい。あー、あったなーっていう感じですね、車ね。あ、トレノとかあるよ。僕若い頃トレノ乗ってました。はい、いやー、いいなー。いやー、かっこいい。最新の車もかっこいいな。これね、工芸館ですね。はい、ここはね、抱っこして入館できるみたいなんで、ちょっと入ってみましょうか。いいね、やっぱね。はい、クミさんはね、ステンドグラス好きだから。かわいいね。うん、こういうのさ、うん、こういう、あるじゃん、こういうワークショップとかね。うん、楽しいよね。うん、うちにタクの品尾沢の、うん、あるよね。あるよ、ステンドグラス作ったやつ。すごい可愛いよね、このモモスタンド。いい、ね。うん、この猫ちゃんが可愛い。猫ちゃん可愛いね。あの微笑み地蔵、群馬の旅の時行ったんですけど、いやー、それと似たような、この微笑みの仕方がね、こう癒してくれるんですよね、このお地蔵さんが。あの時良かったんですよ、本当にいいね、お寺で。宝徳寺っていうお寺で、でそこのね、御朱印もすごい かわいかったんだよね。かわいいんだよね、うん、あの犬とかのね、そうも書いてくれるんだよね、うん、あの健康なんか御朱印みたいなやつね。そうそうそう、ですよ。あそこ絶対おすすめです。お地蔵さんも可愛くていっぱいあったんだよね、うん、あそこね、心が落ち着きます。はい、ここはね、多分やってる時は木彫り実演もやってるような場所ですね。すごい。ここでやる時もあるってことですね。工房になってるんだ、すごいな。あの船なんかすごくない？うん、こういうのってやっぱね、この技術を習得するまで相当大変なんだろうなって分かりますよね。かわいいね。うん、こんなのもあるね、中毒部でもね。この鍋式かわいいよ。本当だ、犬の鍋敷になってるね。そう、へえ、すごい、犬鍋敷。なんかかわいい。かわいいね、敷物。なんかリンゴの貯金箱だって。すごいな。500円玉貯金。あ、本当だ、リンゴの貯金箱なんかすごいね。結構リアリティがある。8万円貯まるって、これにいっぱいにすると。へえ、500円貯めて満帆になると8万円です。銀猫だって。あ、銀猫グラス。あー、すごい、ここに出てるんだね。うん、うちはあのこれ肉球、はい、この肉球のギネグラス、全員作ってる、全員やってもらって、うん、ギネググラスさんにやってもらって、これいいんだよね、これ肉球型のね、こんな感じなんですよ。で、うち全部のワンちゃんのね、あの肉球型取ってやってもらいました。予約制かな。いや、予約制でしょ。確か予約制ですね。予約制だったよね。はい、こう予約制です。はい、このふるさと物産センターってあって、このソフトクリームね、美味しいって聞いたの、ね、そう、美味しいって聞いたの。はい、うちの視聴者の方が今回ね、最初の道の駅で会って、
ここ美味しいよって、ね、そう教えてくれたの、うん、視聴者さんが聞いた情報によると森林牧場、うん、と林道湖の牧場が回さってすごいじゃんこれ一緒になってるんだってってことはこのソフトクリームが2つの美味しいものが楽しめる、うん、そう2種類美味しいんだってこれがねその旅歩いてるその視聴者さんが絶賛してたんだよねそうここのが一番美味しいっつってね、うん、いやでもそのね視聴者さんすごかったんですよいろんな情報聞いてて教えてくれるの教えてくれたうん本当にありがたいですソフトクリーム到着です林道湖ファミリー牧場と、うん、森林の牧場森林の牧場、うん、この2つの牧場のソフトクリームがミックスしてるでしょ、うんうん、でも同じ感じだからちょっとよくわかんない、まあ、見た目はねやっぱそんな色が一緒だからね、うんはい、じゃあ食べてみていただきますどうおいしいお味がやっぱ違うのそれかわかんない一緒になっちゃう、まあ、ミックスしてるから、ね、そうでもいいんじゃないだってミックスして新たな味が発生してるわけだからしかも、うん、あのいちごとミルクじゃなわけじゃないんだから、うん、それはその差はないわけだ美味しいその何牧場のミックスしてるわけでしょ、うんうん、はいはい、ということで買ってきました。はい、2つの牧場が一緒になったソフトクリームです。食べてみます。うん、まっ。とにかく美味しい。なんだろう。あー、すごい。あのね、どっちの牧場がどうこうっていうのはわからないけど、とにかく美味しい。なんかね、なんだろうな、ただ濃いだけじゃなくて、なんかさっぱり感もある。美味しい。なんかこのソフトクリーム食べ比べも、なんかいろんなとこ回って食べるのいいですね。はい。そのどっちどっちでね、美味しいソフトクリームにつけて食べるのもね、いいなと。はい、ちょっとね、ワンドリームをお裾分けでーす。タクト、よかったね、もらえてね。ソフトクリーム、美味しかったね。美味しかった。うんうん。ワンズタイム。いかがでしたでしょうか。道の駅那須高原友愛の森。那須高原おすすめの商品がたくさんありました、うん、2つの牧場をミックスしたソフトクリーム最高でした。おいしい。お次回はお菓子の城那須ハートランドへ。那須のおいしいお菓子が登場。自然散策ができてワンズもご機嫌。お楽しみに。励みになりますのでチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。なんかこれさ、やっぱ整備されてるとこあるからさ、うん。